戦も人も私の思い通り。なんだ、騙し。報告、鳥海殿が反乱を起こしました。生徒から戻った兵を従え、この宮廷へと攻めきております。ふん、くだらん。青二歳のダダなど死や生にあやさせておけ。旦那様。なんだ春夏。隠居で食い意地ばかり張ってしまわれて、今あの子たちは外政のさなか、この洛陽には私たちしかおりません。ならば賊を討つのは私たちの役目。よろしゅうございますね。やむをえんか。資料もなく暴れる愚か者め、この私がしつけてやるとしよう。敵の薄い西側から玉座の間に向かうぞ。旦那様の隠居と親しいに、無茶して腰など痛められませんよ。すごいぞ。大したんじゃ。私の存在を忘れるな。実際の計画よ。
少し手加減してやってはどうか。おとなしくしてね。逃げるなら今のうちよ。味方が倒れ
ちろん策ぐらいあるさ。めんどくせえ。俺としたことがまんまと耐えられたか。勘違いするな。分かった上くれてやるだけよ。しまいではないか。よく来た。早くこの逆賊を何とかするのだ。どいつもこいつも私の邪魔をするな。
私は選ばれし人間。こんなはずでは。ひどいじゃないですか。引退したならそれらしく追いさらばえてくれればいいものを。こうやって古い人間がいつまでも居座っているか。バカめが。くだらん策でその古い隠居を引きずり出したのは誰だ。まったく。妻子を辞任するならば人のせいになどするな。大体なんだこの反乱ごっこは。ずさんにも程があろう。まったく。私ならばもっと周到に巧妙にやりおせ。旦那様、口をお慎みなさいませ。ん？うん。くだらん騒ぎだった。お前の沙汰は我が子らに委ねよう。